こんにちは。本日の院長教えてはですね、尿酸になります。今回のこの動画っていうのは前回ね、前編っていうのをお話ししてますので、まだ前編を見てないよっていうこと方は概要欄から飛べますので、まず前編を見てからこちらの動画に戻ってきてください。そちらでね、尿酸について細かくお話をしてます。で、今回はもう後半になっちゃうので、合併症、尿酸が高いとどんな合併症が出ちゃうの、痛風だけじゃないのっていうところをお話ししていきたいと思います。そうなんです、この尿酸値が高い高尿酸血症があると合併症になっちゃって、どんな合併症になるかっていうと、まず心筋梗塞、これサムネでもね紹介してるんですけど、心筋梗塞、脳梗塞、腎臓病、これなっちゃうんですよ、尿酸が高いと。それは前編でもお話ししてるんですけども、ウニみたいなギザギザしたものが血管の中に入って固まっちゃうんですね。固まっちゃって、それが心臓とか脳とか腎臓を攻撃しちゃうんですね。それで悪くなっちゃうんですよ。それからあとは痛風、動脈硬化ね、動脈硬化もこちら見ていただくと分かるんですけども、こんなにギザギザなものが、ウニみたいなギザギザなやつが血管壁にポコンポコンポコンってくっつけば、ここ出血しちゃうんですよ。出血しちゃったら、ここにかさぶたつくんですね。かさぶたついて、そうするとここの弾力性が減るんですよ。それを何回も何回もやってると、この伸び縮みする弾力性がなくなっちゃうんで、動脈硬化になっちゃう。これね、高血圧の時にもお話ししてます。同じ絵実は書いてるんですけど、糖分も同じようなギザギザ、ただ尿酸結晶の方がトゲトゲがきついです。糖分の場合はコンペイトーの尖ったような感じなんですけども、尿酸結晶の場合だと本当にウニのこの針が長いやつ、ガンガゼっていう毒ウニがいるんですけど、あれぐらい針が長い状態のやつが流れて、針自体も脆いんで、ものすごい危険です。ね。それ、なので、動脈硬化になっちゃったり、あと、動脈硬化になっちゃえば、高血圧にもなりますよね。高血圧もそうです。だから、動脈硬化、高血圧、糖尿病、尿管結石などが、高尿酸血症による合併症になります。次。じゃあ、尿酸値を上げる食材って何なのっていうことなんですけど、これ結構ね、皆さんある程度テレビでもね、一時 CM なんかでもやったから、ある程度知ってると思うんですけど、特にね、毎日皆さんが尿酸っていうものを注意してても食べていそうなものっていうものをご紹介したいと思います。結構食べてると思いますよ、これ。旨味成分になるので、なんかお味噌汁飲みたい時に、ちょっと旨味足んないんだよな、出汁の出が悪いんだよな、本出汁入れようってやってませんか。そうなんです、煮干しとか鰹節っていうのは旨味成分になるので尿酸値が含まれてる。だから毎日味噌汁飲んでたりしませんか、尿酸値高いのに。そうなんです、だから煮干し、鰹節、干し椎茸、赤身肉、それからイワシだって、イワシのつみれ汁ってカツオだ、本だしとか入れなくてもすごくだし出てうまいなって思うじゃないですか。だからイワシもうまみ成分が強いんです。つまり尿酸が高い、プリン体が多い、プリン体を分解したものが尿酸ですからね。うまみ成分が多いっていうのは危険なんですよね。ごめんなさい、ちょっと一個一個もう一回上から言っていきましょうか。煮干し、かつお節、干し椎茸、赤身肉、イワシ、カツオ、これも旨味成分強いですよね、カツオ節なんだから。タチウオ、エビも干しエビとかをなんか出汁としてね、おかゆとか作るときに入れたりとかしますけど、ああいった意味でホタテなんかもそうかな、干しホタテとかね。あと干物、きな粉、豚骨スープ、鶏ガラスープ、肉汁、全部旨味成分ですよね。なのでこういったものっていうのは、日頃尿酸値を注意してね、
あん肝を食べないよとか、白子は危ないんでしょ、それから魚卵系は食べないにしてますって言っても食べてません皆さん。だから今言ったやつっていうのは気をつけてる人でも食べてそうなやつなんで注意してください。じゃあ今度ね、プリン体が少ない、旨味成分が少ない食材っていうことなんですけども、これは海藻類、野菜をより多く摂ることが重要で、特に単色野菜や緑黄色野菜の両方を摂ると良いとされます。で、だいたいこれぐらい、1日に手のひら1杯分ぐらいを食べるようにしてくださいって言われてます。皆さん手のひら1杯分ぐらいの量のお野菜食べてますか？これぐらい食べなきゃいけない。特に尿酸値が高い人は手のひら1杯分、糖尿病の人もそうなんだけど、毎日手のひら1杯分ね、もう3回でわけだって1回あたりこれぐらい食べないといけないわけだね。だからそれぐらい食べてもらえなきゃいけないですよ。はい、ちなみに単色野菜っていうのはどういうのがあるかっていうと、あんまね、緑黄色野菜っていうのはね、ある程度イメージつくと思うんですけど、単色野菜って何ですかって話なんですけど、説明します。玉ねぎ、キャベツ、レタス、白菜、大根、ごぼう、カブ、カリフラワー、レンコン、セロリ、キュウリなどが代表的な単色野菜になります。なのでこれと緑黄色野菜を混ぜて、まあ、だからイメージとしてはね、これぐらいのお野菜をいろんなものを混ぜて食べてよってことになる。お野菜今日は小松菜が安いから小松菜だけじゃなくて、小松菜だったら小松菜とネギとかキュウリとかいろいろ混ぜてね、食べていただいて、手のひら1杯分、小松菜だけで手のひら1杯分じゃないよってことですね。あとは大豆製品だったら納豆とか豆腐ね、大豆製品もまあ旨味合うんじゃないって思うかもしれないけど、まあきな粉なんかは多いんで、納豆とか豆腐とかですね、これはプリン体少ないと言われてます。あとはですね、卵でも鶏の卵は殻が一つなので、これは意外と少ないと言われてます。あとうずらですね、意外かもしれないですけど、卵とかうずらの卵だったらプリン体は少ないです。はい、次、じゃあ改善方法を早く言えよってずっと思ってたかと思うんですけどね、前編から見てる方はね。じゃあ実際に尿酸値が高い方はどうしたら改善できるのかってところをお話ししていきたいと思います。まずは減量です。今の体重より 3% だけで構いませんので体重を落としてください。 3% 体重を下げれば尿酸値は下がり出してくるというふうに言われております。短期で減らすというより1年かけて落とすのが良いです。なんでかって言ったら、筋トレガン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 やったり、マラソンガ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 ンやっちゃうと脂肪細胞を分解してしまうので、そこから尿酸が出てきちゃうんですよね、分解されちゃうんで。だから良くないってことになるので、1年かけて 3% 落とすようにしてください。例えばですよ、皆さんの体重が例えば90キロだったら 9×3 ってことで 2.7 キロ、80キロだったら 8×3、 3×24 の 2.4 キロ減らしてを1年かけてってことになるんですよ。そんなに難しくないですよね。短期で体重を落としてしまうと脂肪細胞を分解することになるので、脂肪細胞一つに対して拡散があるので、ね、これもう一回前編ではお話ししてるんですけど、一つの細胞に対して拡散が一つありますから、これを分解してしまうんですね、脂肪細胞いっぱい痩せちゃうとね。なので、尿酸が増えてしまうということになります。続いて、運動ですね。1日運動も激しい運動じゃなくて1万歩から1万3000歩でゆったりと歩いてください。あまりせかせか歩くと酸素が取れなくなり、エネルギーの再合成ができなくてプリン体が増えてしまうのです。そういった意味でも
有酸素運動が重要と言えるでしょう。だから早足で歩くよりゆったりと1万歩から1万3000歩歩くようにしてください。この歩行というのは太ももの筋肉が関係、太ももの筋肉とふくらはぎの筋肉、ここの筋肉量が強ければ循環器系である脳とか心臓とかね、この辺のトラブルになりにくいというふうに言われてますから、100歳までもしね健康で長生きしたいよっていう人はふくらはぎとももの筋力を落とさないようにしてください。なのでそのためにはやっぱり100歳まで生きたいよって言ったら1万歩から1万3000歩は歩くようにしてみてください。これ重要なポイントですよ。そして次、乳製品です。牛乳なら1日1杯程度、特に低脂肪の方が良いとされてます。この牛乳はね、他のところではね、牛乳はやめてねなんて言ってたりもするんですけども、今回のこの尿酸に関しては牛乳は尿酸を下げるのに良いとされてますね。牛乳に含まれているカゼインやホエイ、まあ、ヨーグルトとかで透明な水みたいなのがで、あれホエイね、というタンパク質が胃腸で分解されてアラニンという成分に変わります。だからヨーグルト の水出たからピューって捨てちゃう人、もったいあれを飲まないとダメなんだよってことなんですよ。このアラニンが尿酸の排出を促進することが分かっています。ちなみに豆乳はダメです。プリン体が含まれてます。似てる、牛乳の代わりに豆乳ってやっちゃうと、豆乳はプリン体が含まれてるんですね。だから豆類でも、さっきねプリン体が少ないものって、豆類でも納豆や豆腐、この2つにしてください。大豆製品に関してはね。はい、次、このコーヒーですね。コーヒーも他の動画ではコーヒーはやめてねとかね言ってたりもするんですけども、今回のこの尿酸に関してはコーヒーが良いとされます。コーヒーの中に含まれているポリフェノールの一種であるクロロゲン酸には抗酸化作用と尿酸値を下げる働きがあることがボストン大学の研究で分かりました。ただ飲みすぎは交感神経を優位にしてしまいますので、多くても1日2杯程度にしてください。このね、コーヒー飲みすぎて交感神経優位になっちゃって、それで病気になっちゃうってパターンもやっぱりあるから、尿酸値下げるためにコーヒーっていうのはちょっとやめた方がいいかな。2杯程度、まあ特に牛乳もいいので、コーヒー牛乳みたいな形にしてね飲んでいただくっていうのはいいのかなと思います。ただ尿酸値が下がったら1日1杯とかね、もう本当に3日に1回とか、そんな感じまでに落としてもらいたいですけどね、コーヒーに関しては。はい、次、ビタミン C ですね。1日あたり200から 2000mg、まあ、中央値をとって1日 500mg 摂取することで血中の尿酸値が減少したという報告がされています。私もねビタミン C はねよく摂るようにしてるんですけど、肌にもいいし、細胞を作るところにもいいので、ビタミン C、新陳代謝を促すし抗酸化作用があったりするので、ビタミン C はおすすめですね。この尿酸値下げるっていうことも言われております。それからアルカリ性ということになりますけども、健康な人の尿っていうのはね pH が6前後の弱酸性なんですけども、抗尿酸血症の人っていうのは pH が 5.5 以下で、尿酸が酸性に傾きやすい傾向があります。尿が酸性に傾くと尿酸が尿に溶けにくくなってしまいます。そのため尿酸が結晶化したり尿路結石に なりやすくなってしまうんですね。で、肉やアルコールは尿を酸性化しやすいと言われてます。だから尿管結石になったことあるよとか、痛風になってるよっていう人はやっぱりお肉食べ過ぎとかアルコール飲み過ぎなんじゃないですかって話ですよね。で、じゃあ酸性になってるおしっこをアルカリ性の食品に変えるもの、アルカリ性に変える食品ですね。まあ要はアルカリ性が強い食品ということなんですけど、どういったものかっていうと、まず海藻類でいうとひじき、昆布、わかめ、それからほうれん草、大豆、ごぼう、さつまいも、アスパラ、グレープフルーツ、
人参、バナナ、里芋、キャベツ、メロン、カブ、大根、ナス、ジャガイモで酸性に傾けてしまう、さらに酸性になっちゃうので、これ注意してねっていう場合ね、尿酸値上げちゃうし、尿酸高くなっちゃう、尿酸っていうか尿の酸性度が高くなっちゃうんで、酸性の食品っていうのが豚肉、牛肉、鶏肉、白米、カツオ、ブリ、マグロ、サバ、サンマ、アジ、イワシ、カマス、カレイ、アナゴ、サワラ、シバエビ、タイショウエビ、卵、アサリ、アオヤギになります。これ酸性食品。よってアルカリ性の食品を多く摂って尿をアルカリ性にすることが大切です。次、水をたくさん飲む。水は血液に変わります、ね、あのおしっこっていうのは血液をろ過しておしっこにしてるんですよ。だから水分取れば血液量っていうのは増えるんですね。ですから水分が足らないと血液が濃くなってしまい、尿酸が血液に溶けてしまうのです。でこの尿量が多ければ、これがね、密度っていうのは多くないんですけど、これが水分がキューって少なくなると密度が濃くなっちゃいますよね。そうすると血液に尿酸が溶けなくなっちゃって、こういうふうに結晶化していってしまうんですよ。また水分が多いと尿がたくさん出るので、尿酸を体外に排出しやすくなります。ですから尿酸値が高い間、ね、6mg/dL 以下、通常値になるまでは1日2リットルから 2.5 リットルを目安に水分を取るようにしてみてください。だからペットボトルとかを置いといて、毎日それ飲むんだよっていう形でやってください。2リットルとかね、まあ、それ自分で浄化したものを、ね、2リットル 2.5 リットル飲んでも構わないから、それの方がね、分かりやすい。コップに移してね、2リットル毎日飲みましょうって、 2リットルから 2.5 リットルやるようにしてみてください。そうすると尿酸を外に出しやすくなります。次、これもねものすごく重要なんですけども、食事を減らす。尿酸値が落ち着くまでは1日2食、頑張れる日は1日1食、もしくはやれるんだったら絶食もやってみてください。基本は食べ過ぎて尿酸値が高くなってしまっていることも多いので、なるべく食事量を少なくして、消化酵素や胃腸を休めてあげましょう。オートファジーは細胞を蘇らせる効果があるのです。オートファジーっていうのは、まあ絶食とかをすると、細胞を活性化させる、自分で治すメカニズムっていう、なんていうんですかね、自分で自分を元の状態に戻そうとする、まあ、すごい効果があるんですね。これノーベル賞を取ってるんですけども、だからこれのことはね、ちょっとね見といていただきたい。つまり食事を減らすと様々な病気が治るんです。でこれねすごく重要なんで、こちらでねオートファジーについては説明します。ノーベル賞を取った知識なので、なのにみんな知らないんですね。だから未だに1日3食食べてるでしょ。これおかしいんですからね、3食食べてるっていうのは。健康のために風邪ひいたら3食食べましょうってやってるけど、もう減らした方が健康なんで、ぜひこれはね見といていただきたい。すごく重要なことなんです。皆さん健康で長生きするためにはね、だから食事を減らすっていうのは健康のためなんですよ。3食っていうのは明治以降からできたビジネスとして、3食食べさせた方が消費が上がるからってやらされてる。皆さん操られてるんですよ。江戸時代まだ2食だったんですよ。そんなことでちょっと見といていただきたい。で次、糖分を控える。インシュリンの出が悪くなると尿酸値が高くなることが分かってます。ですから糖分があるものっていうのは炭水化物で、特に白米っていうのは、玄米だったらいいんですよ。玄米っていうのは食物繊維があるからいいんですけど、白米っていうのはその食物繊維取っちゃって糖分だけになっちゃってるから、もちろん美味しいです。美味しいけど糖分だけになっちゃってるんで、これはあんまり良くない。あと小麦食品で言うと、これも小麦食品、特に小麦の焦げっていうのが一番ダメですからね。これはなるべくやめた方がいい。うどん、パンは小麦焦げてますよね。焦げるっていうか黄色くこういい色してますよね。あれも焦げになるので、アクリルアミドっていうのが出るんで良くないです。ラーメン、
お菓子もダメ。クッキー、シューマイ、お好み焼き、たこ焼き、餃子、ワンタン、パスタ、カレーのルー、マカロニ、オフなど、これら小麦食品になります。それから甘いもの、ジュースなどの糖分が多い食品は取らないようにしましょう。じゃあ最後まとめのお話をしていきたいと思います。尿酸値を下げたければまず痩せることです。痩せてください。食事の回数を減らして適度な運動を行いましょう。歩行とかね。また前半でもお話ししましたが、尿酸値が高い状態だと心筋梗塞、脳梗塞、腎臓病を起こしてしまうので、健康診断で尿酸値が高いと分かった方は一刻も早く尿酸値を下げるようにしましょう。また痛風発作が起こってしまっている人、一回でも発作が起こったことがあるっていう人はね、より注意しないとさらに死亡リスクが高くなってしまっていますので、生活習慣を一気に変えましょう。痛風発作は体からの危険信号です。赤ランプの点滅状態ですので注意してください。生活習慣を変えれば多くの病気が改善されます。尿酸値が高い、痛風があると言っても薬だけ飲んでいればどうにかなる、病院に行けばどうにか先生が治してくれると思わないでください。生活習慣を変えないと病気は治りません。これは多くの病気に言えることです。もう気持ちを変えないと病気は治りません。仙人みたいな生活できるかなんていう人いるけど、仙人、そういう生活をしてるから病気になるんですよ。だから生活習慣変えないと病気は治んないっていうことは頭に入れといてください。薬や病院ではなく、まず生活習慣を変えることが病気を治すための第一歩なんです。ですから皆さんも今日から生活習慣を見直しましょう。今後もこのような動画の配信を行っていきますので、皆さんチャンネル登録といいね、コメントお願いします。当院で生活習慣の改善の手伝いをしてもらいたい、体の悪い部分を改善したいという方は当院までご相談ください。鍼灸施術は予防医学です。病気になる前に改善していくことができるんです。しかし病院は病気になってから来てくださいと言われてしまうのです。ある程度の年齢になったら車と同じように体もメンテナンスが必要なんです。車ってね、10万キロ超えるといろんな部分が壊れてきますよね。でもタクシーとかって70万キロ、80万キロまで走るんですよ。でも10万キロぐらいで一般の車ってもう買い替えになってますよ。買い替えしてますよね。体も同じことが言えます。しっかりメンテナンスをしていれば長く健康で使うことができます。でもメンテナンスしないでエンジン交換とかしないでね、やったらすぐぶっ壊れちゃいますね、車だって。だからね、しっかりメンテナンスをしていれば健康で長生きできて人生を楽しめるんです。ではここまで聞いていただいた皆さん、わかりますね。いつものように皆さんいきますよ。いいね、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 お願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。それでは皆さん、最後までご覧いただきありがとうございます。お困りなどありましたらコメント欄から、ご相談お受けいたしますので、コメントにどしどしお書きいただければと思います。よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。